中国海軍の測量艦が今日未明、鹿児島県の屋久島沖で日本の領海に侵入しました。防衛省によりますと、午前2時半ごろ、中国海軍の測量艦1隻が屋久島の南西から日本の領海に侵入したことを確認しました。測量艦はおよそ1時間40分にわたり領海内を航行し、午前4時10分ごろに領海を出て西に向け航行したということです。中国海軍艦艇の領海侵入は去年12月以来で10回目です。自衛隊は P1 哨戒機などが警戒監視に当たりました。